1964年。ああ、しんどすぎ。ブーツくさ言ってないで、早くまとめ上げるぞ。わーい。俺の名前は猫宮守。愛媛県松山市にある刑務所の一監視だ。そんな俺は今、対応収容者のリストアップに追われていた。その原因は、本年6月7日に起きた暴力団矢島組と郷田会岡本組の抗争。第一次松山抗争と呼ばれ、合計61名もの暴力団員が逮捕されたのだ。そんなにも一気に収容されたもんだから、刑務所は基本業務もできずにてんてこまい。暴力団員たちが暴れないようにするのに必死だった。ああ、いい加減おとなしくしてくれよ。俺のその切なる願い、それは最悪な形となるのだった。ね、た、ざ、ん、ま、い、ネタ三昧。不正。ある日のこと、俺は同僚の二人が受刑者からの手紙を投函しようとしているところを目撃した。おいお前ら、その手紙はなんだ？猫宮、これは。受刑者が手紙を出す場合には、検閲が必須。だが、手紙を出すなんて報告は来ていない。つまり、その手紙の投函は、不正に行われようとしているということだ。お前ら、自分が何をしようとしたのか分かってるのか？しかもお前ら、副官市長だぞ。まあな、猫宮、聞いてくれ。これを出したら、奴らがかなりの謝礼をくれるって言うんだよ。ほら、これがその同意書。見ろよ、この約束された大金を。たった一通出すだけでこれだぞ。ずっとこんな劣悪な職場にいるんだから、これくらいの旨味はあっていいだろ。その気持ちはわかるがな。わかった、ここで見逃してくれたらお前にも半分やる。これでどうだ。正直かなり心が動かされた。何せこの場をスルーするだけで月給並みの金を受け取れるのだ。そんないい話は他にないだろう。だからこそこいつらも動いたのだろう。だが俺は金は受け取らんけど、この場は見逃してやる。俺は何も見なかった。ありがとう。後日あいつらはしっかりと金を受け取ったらしい。ただこの取り返しのつかない悪魔の取引を俺は何としても止めるべきだったのだ。同罪。3日後。ほら、お前ら早く歩け。ただでさえ人数多いんだから、キビキビ動いてくれないと困るんだよ。俺たちにそんな口聞いていいのかな、猫宮監視。どういうことだ。手紙の不正投函。あんたは直接関与していないっぽいが、見逃した時点で同罪。これが知られたら、あんたはどうなると思う？もしかしたら、俺たちと同じ場所に来る羽目になるかもな。バラされたくなきゃ、俺たちに従いな。無法地帯。その後、暴力団員たちは、俺を含めた監視たちを脅迫しては、暴行を働きまくるように。鍵も取られて、刑務所内を好きなようにしていた。不正監視さん、捕まえなくていいんすか？むしろあんたたちが悪いことしてんだから、俺たちが捕まえてやろうぜ。弱みを握られた俺たちに、奴らを止める手段はない。好き放題やっているのを見るしかなかった。そうして、奴らの行動はエスカレート。飲酒喫煙、賭博は当たり前。さらには、監視さんもやっていいですよ。おお、ありがとう。ちょうど溜まってたんだ。監視同伴の女性受刑者への強姦も行われ、刑務所内は完全に無法地帯と化した。そして、2年後、1966年。俺は一体どうすれば。その後、無法地帯となったこの現場が明るみにならないわけもなく、国会に取り上げられるほどの大騒動に。すると、
同僚だった二人の副監視長は自殺を決行するまでに至り、被害者女性が告訴したことで騒動はさらに苛烈化した。だがこの刑務所で起きたことは世間には知られていない。法務省が告訴取り下げを強要し、国家権力によって事件そのものを社会の闇に消したのだ。だから俺がどれだけ呵責を覚えて反省しようとも裁かれない。俺は罪を償うこともできないのか。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。